はい、諸君。それではですね、中学2年生の理科、スタートしてみたいと思います。こんばんは。今日はですね、美肌 OK、美肌アップアップというモードにしてみたんですが、いかがでしょう？これ、よく映ってますかね？というので、何事にもいろいろ挑戦していくナンバーワンでございます。一つ今日もよろしくお願いします。ところでね、今日は停電にならなくてよかったですよね。もうヒヤヒヤもんでね、こんなのをね、用意しながら、パシャーね、用意しながら、緊張した授業、テストでありました。さあ、諸君、頑張ってまいりましょう。今日は理科ね、一つ、この間テストに出たような問題でございますので、ちょっと見てください。これ一回ね、飽和水蒸気量の話なんですが、この実験、汲み置きの水が25度で、コップがね、曇り始めたのが 21.0 度って、こういう形が出ています。で、さてさて、問題がもういきなり問題なんですけれど、空気1立方メートル中に、これね、1立方メートルなのね、一辺が1メートルの立方体、これの中に含むことのできる最大の水蒸気量、これをほにゃらら水蒸気量って言ったじゃないですか。これ答えてくれっていうのが、まずこのスタートなんですね。さあ、ほにゃらら水蒸気量何でしたっけ？はい、その通り、飽和水蒸気量と言いました。画数がちょっと多いですね。飽和水蒸気量ですね。飽和水蒸気量と言ったんですね、これね。はい、そして2番です。これ簡単ですね。2番です。実験において水道から出したばかりの水ではなく、はい、じゃあ、はい、汲んできましたではなくて、汲み置きの水、もう汲んでおいて、そのままその部屋に置いといて、しばらく経ったよという水を使ったのはなぜですかっていう問題です。この汲み置きの水っていうのは、ね、しばらく置いといたってことはどういうことですか？しばらく置いておいたんだから、通常これは室温と同じ温度になってますよね。これが大事なんですね。ですので、室温とか周りの空気、まあ室温でもいいですよこれね、の温度とほぼ同じであるからというね、こんなのを書いてやってください。温度と、ほぼもう同じ温度になっているから、室温と同じなんだね、になっているから、まあ、こんな形でちょっと答えてみましょうね。はい、そしてその次でございます。コップの表面が曇り始めた温度、つまり水滴ができ始めた温度、どんどん冷やしていったんです。冷やしていったら、あ、この温度で水滴つきましたという温度ですね。これはもうみんな大得意、ほにゃらら点ね、ほにゃららって一文字だけどね、露天という温度でありました。水滴がつき始めるところの温度ですね、露天と言ったんです。さあ、そして4番、いやー、嫌なのが出てきました。室内の湿度はっていうんですが、ちょっと先生ね、ここに書いてみますね。湿度の公式、これちょっと頭に入れておかなくちゃいけないね。これはね、どういう形の公式かっていうと、大事なのはこの室温、汲み置きの水の温度、そしてこの露天、これが大事なんです。なので分子には露天なんです。露天のこの温度の飽和水蒸気量です。飽和水蒸気量です。水蒸気量ですね。何グラムと出てますね。そしてそれの分子分母は室温なんです。室温の飽和水蒸気量、つまりこれは汲み置きの水の温度と言ってもらっても大丈夫ですね。その温度の飽和水蒸気量、これかける100、
これで湿度って出てきますので、ぜひこれを使っていただきたいなと思いますね。でこれがまず室温、これ汲み置きの水の温度だから、これ25度、つまり 23.1g というのが、これが分母になります。分子が露天、つまり21度、 18.3g かける100、これで答えが出てくれれば完成なんですね。さあこれはいくつが出るんでしょう。だいたいですね、ここがね、そうですね、ここが、4番ですね。これで求めることができたんですね。あ、ごめんなさい、これ計算してないわじゃあ今日はですね、この式だけ言っておきますね、諸君ね。これで答えが大体出てきますので、18.3÷23.1 かける100、こいつを諸君やってみてください。絶対出る。大事なのは室温の飽和水蒸気量、これは汲み置きの水の飽和水蒸気量、これでいいんです。そして露天の飽和水蒸気量、これを、分母分子に、書いてかける100をやって計算をしてみてください。答えが出てきます。さあそして最後です。空気の温度を17度まで下げると1立方メートルあたり何グラムの水滴が出てきますか、こういう問題です。17度っていうのはここですね。飽和水蒸気量って 14.5 グラム、つまり 14.5 グラムまでしか水を入ることができないんです。それ以外は水滴となって出てしまう。今あるのはどれだけですかっていうと、実際の水蒸気量ですから、この露天のところの 18.3g というのが今入っていた水蒸気量なんです。だからこの 18.3g から実際には 14.5g しか、 14.5g しかその空気の中に入れられることができないのね。だから水滴として出てしまうんです。この引き算をやってください。そしてこれが 3.8g と出てくるので、こいつが答えになってくる、こんなような形なんです。もう一回ちょっと整理しますね。汲み置きの水っていうのは室温とほぼほぼ同じになっているよ。はい、これ一つね。そしてこの露天は、水滴のでき始めるところの温度、これは何を意味しているかというと、実際の水蒸気量、そこに入っている水蒸気量はこれだよっていうグラム数が分かるので、露天が実際の水蒸気量だから、湿度はどうやって求めますか。はい、室温の、飽和水蒸気量分の露天の飽和水蒸気量かける100、これで出てくるんですよ。さあ皆さん、これ一つ覚えてね。では今日はここまでで、次回は延長授業で、延長で3教科のテスト、ね、社会、理科、英語いきますので、その中の理科ぜひ頑張ってほしいなと思います。それではね、バイバーイ。